愛知愛嬌ひろゆき選手です。2走してのご自身の手応えはいかがでしょうか。そうですね、足の感じは悪くないと思います。ここまでの調整練習方法などはどうですか。最近暑いんで、涼しい時間にやったり室内トレーニング中心にやってきました。久々の決勝戦となりますね。どう戦いましょう。そうですね、決勝乗れることもあんまりないんで、少ないチャンスをものにできるように頑張ります。どう戦いますか。ラインとしては川村さん伊藤さんの3番手で。では最後に決勝への意気込みお願いします。3番手から優勝を狙えるように頑張りますので応援よろしくお願いします。